名前は若林森明ですで生まれは1947年2月26日生まれで今年故旗を迎えましたあの元来は私は活動家でもなかったし政治にそれほど関心があったわけでもなくてまあいわばのんぽりでしたよねその景気はやっぱり高校時代にあのあると思うんですね でそれはあの何かというとまあ私はずっとあの貧困法制な優等生を優等生,優等生であれば人生は開けるというふうに単純にあの信じ込んで親子も言われるしねあなたは勉強ができるんだから頑張ればいい人生が開けるよということを聞いてたからただひたすら勉強すればいいという単純明快なね人生を目指したんですけど。 まあ,あの高校2年の終わりぐらいになるとやっぱり進路問題がどこの大学何のどんな学部に行くんだというのってはたと考えてはて <laughs> どの大学に行きたいんだろう <laughs> もちろん東大とか京大とか有名一流校を目指すというのはね当然だけどもで何の学部で何を勉強するのとで何のために勉強するのと,だとさっぱり分からなくなってまあそういうのがあってでそういう中で私のその 価値観をぐらっと揺るがす事件が二つあって、その一つがこれ。ビートルズですね。で、あの事件勉強やってる時に、あの。ラジオからあの抱きしめたいが。で、それで聞いて、あの、その抱きしめたいが。ガーンと頭に直撃して。なんだ、これあっていう。で、まあ、それからちょっとビートルズファンになって。あのマッシュルームカットっていう、あの。 もう徳屋に行かないでひたすら伸ばして <laughs> やったねでその時それで、まあ、学校にまあ僕は志賀君の進学,学校と言われる是々高校帰ったんだけど体育の授業の時にあの体育の先生が「女の子の授業はあちだ」って言われたから「何?」って,って,て「<laughs> そうか」ってム <laughs> クムクムクと反抗心がさ。 もうそれから体あの、まあ、受験と関係ないかもだけど自分に必要ないと思うか,かはもは早引き早退それから遅刻繰り返す貧困法制ななんちな無法者になって、まあ、それが一つあってであと一つがこれですこの「他人の知」という本これはどういうことかというとあのビートルズ ファンっていうかビートルズに狂っててそれ,をそれを通じて知り合ったあの一級下の女子高生がいるんだけどその一級下の女子高生はまた違う学校に通ってる進学校でもない高校の子なんだけどその子が「これをこれ読んでみない?」って言われてでパラパラパラっと読んで「面白く <laughs> 何書いてるかさっぱり分からんな」ってってとじ返したわけ。 外は別にそれ以上何もなかったし私も別にそ,れそのことを気にもしてなかったけどつらつら考えるにあの時がガーンと多分衝撃があってあの一級者の女子高生で進学校でもない子が読んでる本がなんで俺は進学校らそいう意思過剰といえば過剰だけど読めないんだとこれはおかしいんじゃないっていう教科書と参考書だけでは学べない世界があるんだと。 いうことを分かってここから飛び出そうという,いうおそらくそんなこと意識しないよ無意識やと思うけどであの優等生やめようっていうことになったと思うよねで同志社に大学は同志社に入ったんですけどでも次じゃあどうするかっていうなくてまあ,あのジャズ喫茶に入り浸りになってそのヒッピーと。 付き合ったりもしたりしけどじゃあ次の一歩はどう,どうすんだというのは自分でも分からなかったしまあそういう過程でこの「ドラッグ」も覚えたしね <laughs> 言いますけどはっきり <laughs> 本邦初公開だけどね <laughs> あ、まあ、そういう、まあ、出口がわからない,いで、でこういう中でまた次の一歩を踏み出すきっかけを与えてくれたのが、まあ、2つあるんだけどそれは「裸のラリーズ」を結成したと。 でなんかやろうといういそれはあの水谷隆中村武史という、まあ、挑発組をいた。てその当時は目立ったからねで同じ大学で,で偶然出会ってで話したら完全に一致してで日本の六海を革命しようと、ね、いう壮大な野望を抱いてで名前は裸のラリーズでいこうってそれから裸っていうのと。 生の自分を押し出し出て誰,のもの,な誰の,もの,のものでもないものをやろうだという志だけはわっと高くてそれからもう一つは大体同じ時期なんだけど1967年の十八いわゆる佐藤首相のベトナム,トナム訪問阻止というそれで山崎弘明君があの機動隊の装甲車に れて死んだとあれがガーンとてきて、まあ、あれはかなり決定的だったけどやっぱあの今の自分の学生運動に対する見方がガラッと変わってでは今で学生運動ってのはもうなんち言う卒業すれば辞めるまあ一生かけるようなものじゃないし、まあ、インテリの運動だろうと <laughs> インテリの自己満足だろうぐらい <laughs> そういう偏見を持ったんだけどや彼は命がけでやってるっていうことにあのなんち言うじゃあ自分は何やってんだと。 私はちょっと社会に背を向けてたから向こうは社会に真っ向から挑んでる真っ向勝負でいくっていういやこれはやっぱ正しいんじゃないっていうそういう過程であの68年の暮れから69年にかけて東大の安田講堂のバリケードが機動隊に解除されるというので全国招集がかかって私は何の招集もないけど <laughs> 自分でいくっつって。 同角のの堂の赤ヘルの赤いヘルメットの舞台に加わってで行って捕まってそれが一つの大きなあれになったけどあの9月にあの東京公知市出たんだけどその時に赤軍派から誘いがかかってでやっぱり安田講堂組っていうのは一つのブランドになって良くも悪くもで誘いが来てやらないかと。で淀号国際コンジクリート建設っていう。 淀川ハイジャックに誘われて「おう!」っていうことでえここまで来てでハイジャック前にえこの挑発をばっさり切ってこれから僕は革命家になる朝鮮に飛ぶい飛んじゃったんですねで今日まで来たと昔からよくやってましたけど代表団だったりとかマスコミと対応したりとかで今あの日本からの日本とのメールのね部屋で私は陣取ってますけど <laughs> メールを受け取ってその平返事やったりとかそのメールの取り次ぎやったりとかあの包丁団のマスコミから電話の取材があれば応対したりとかそういうこととあとはまあそういう対外関係ですねえれとあとはあの自分の研究課題としてはまあみんな研究課題持ってるからねあの安保防衛問題をやってで今要するに日本はアメリカ 米軍によってて守られていると米軍でなければ守れないというこれはおかしいんちゃうかとだ,だから日本は9条では守れないというのはそれはおかしいんちゃうかというところをなんとか解明できないかということをもっぱら頭の中でぐる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 はい考えています。自分の価値観押し付ける革命,かじゃ革命じゃなくて 国民すてを要求する革命これは難しいんだけどやっぱりみんなこれをやってほしいとこういう国にしたいという革命にせんといかんなということをねでき,できたかどうか知らないできたかどうか知らないけどそれをずっと目指し簡単に言えばロックからアイドルっていう <laughs> 要するに分かるやつは分かればいいし自分の主張をし通すと。 いう革命じゃなくてみんなの要求であり誰からも愛される誰からも支持されるそんなもんあるのかとまあ言えるかもしれないけどそれはそうでなきゃ絶対あかんということだけは思ってるからね。ということを目指してきた40年とサッカーですね。でサッカーは最初はこのここにある「中山ゴン」から始まってこれはあの えー、ドーハの悲劇の時のスーパーサブの中山に惚れ込んでそれからジュピロ岩田ファンになってそれから、ね、イギリスのプレミアリーグの、えー、リバプール中でもあのスティーブン・ジェラードがまあゴ的な要素があるからね、うん、あの人のファンになっていまだに、えー、リバプールクロップ監督を応援してます。 音楽的にあのボブ・ディランとか昔の,あの60年代の懐かしのロックミュージックですけど最近ある人がこう送ってくれた中にあのベビーメタルっていうのがあって <laughs> おこれなかなか面白いじゃないかとだからアイ,ドルでもアイドルっぽいけどアイドルでもなくそれからヘビーメタルでもない自分で世界のオンリーワンを目指しますっていうおいい志じゃないのっていうなかなか見ても面白いし。 ななんか面白いなってまあ今あの朝鮮の核とミサイル問題であの非常に緊張しているという中にあってあのあの敵基地攻撃能力をもっと自衛隊が言う言葉になってますけどそ,んなそれはあの違うんじゃないかと。で核とミサイル問題はアメリカと朝鮮の問題であって日本は介入すべき問題じゃないともっと自分がやることがあるでしょうというところであの 要するに戦争状態をなくすというのはアメリカの責任であって日本は何の責任もないと朝鮮戦争関係ないんだから。ということで,で日本は日本独自のやり方であのこの危機を脱するやり方があるじゃないかとじゃあなんであのアメリカの顔色を見ながらやらないか日本になってんのかということを考えましょうということをあのできればいいんじゃないかなということを訴えたい。